デハビランドタイガーモスの木製翼管支柱と、朝鮮翼管支柱は、副容器において、複数の主翼管で揚力と荷重を分担させるために、置かれた、機体部品を言う。翼管支柱はまた、結合された複数の翼面の向かい角を正しく、維持する役割を持ち、しばしばワイヤーで引き締められる。ごく初期の航空機の翼管支柱は竹製だったが、後には、 頭皮剤や、トネリコ剤の流線型断面のものが使われるようになった。支柱の材料には強さと、軽さゆえに木材が選ばれたが、最近の服用機、特に極技飛行用の高性能服用機の支柱は、金属製であることが多い。翼間支柱の最も一般的な構成は、前後に平行に2本置かれるものである。これらの支柱は通常その間を交差する形で、 貼られた、長線によって補強される。この支柱は欲服に沿って複数置かれることもあり、複数の、米を構成する。N 型支柱とは、一方の支柱の上端から、他方の支柱の下端まで、長線の代わりに木製、または、金属製の追加の支柱を置く形式である。V 型支柱とは、上。 翼から伸びた支柱が、下翼上面つらでは一点に集中した形式で、一般に、下翼の翼言が上、翼よりかなり小さな場合に用いられる。相型支柱とは、日本一組の支柱の代わりにより太い一本の支柱を置いたものである。また一部の副容器では、上下翼を、ワーレントラス構造の支柱で支えたものもある。 翼間支柱を置くことによって構成される区画は、米と呼ばれる。米の数は、主翼の片側について数えられ、例えばデハビランドタイガーモスは、シングル米服用機、ブリストル F2 ファイターは2米服用機である。テイラー、1990P71。テイラー、1990P76。ありがとうございます。